こんにちは、講談社の文芸第三出版部の泉と申します。今日紹介するおすすめの他社本は佐野哲也さんの青春ポイントという作品です。この作品すごく爽やかなというか恋愛小説っぽい雰囲気で、実際恋愛がメインの物語ではあるんですけれども、ちょっと紹介したいなと思ったのはちょっと恋したいとかキラキラとかではなくて、最近一番心をぶん殴られた小説の一つだからです。青春ポイントってちょっと青春っぽいタイトルなんですけど、これってその主人公の特殊能力の名前なんですよ。どういうものかっていうと、クラスの頭の人とか、お父さんとかお母さんとかにもポイントが見えてて、平均偏差を50としてそれより上か下かっていうのが見えちゃう少年の話なんですね。で、それで結構こう平均点ギリギリちょい上を狙って生きてる、生きづらい青年が恋をしてしまって、しかも身の程知らずの恋なんですよ。で、その身の程知らずの恋をしたもう一人の女の子と出会うことによって物語が始まるんです。で、そこでお互いをちょっと高めていったりとか、憧れの人と近づいたりちょっと遠ざかったりっていう青春の物語が、始まって、これだけ聞くと結構なんか予想のつきそうな物語っぽく聞こえちゃう。それもごめんなさい、説明の仕方なんですけど、全然後半から予想つかないお話になるんですよ。この佐野哲也さんっていう方、デビュー作がメディアワークスの大賞受賞されて、今映画化もしているすごい作家さんなんですけれども、まさに今の悩みというか、おそらく例えば2000年でも1980年でもなく、これ出たの18年の終わりぐらいだったと思うんですけどに、書かれるべき物語で読まれるべき物語だなと心底感じましたし、おそらくこれ10代の人に一番刺さる物語なんですけど、10代の時に読みたかったって思いと、10代じゃなくてよかった、これを10代の時に受け取ってしまったら心にすごいダメージを負うかもしれないって心底思った、破壊力の強い作品です。ちょっとネタバレ的なこともね、結構関わってきそうなので、これ以上は言わないです。ぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。